シェリフいないのやばいじゃん。あれ？なんあれ？コムサボが治んない。なんで？どうしたんだろう？コムサボ治んないけど。誰？おかわり。おかわり。おかわり。何もできてない。何もできとらん。原神太郎。4、3、7、よいしょ。なんでゲンさんがおかわりしてんの。うめけ。うめけ。キッチン。で、高野さんが一応展望ダウンロードのとこにいました。僕は展望で DL アップロード終わらせてから発見、魚がエレキトリカルで停電を直しダウンロード中に展望デッキで展望デッキでごめんツールが、展望デッキであのエレキトリカル直してでダウンロードをやってる最中になんかね下の方でね、うん、誰かが動いたような見えて誰だよって言いながらレポートが入ってるって状態です、うんうん、まあ全然さかなさんクルーもあると思う。梅剣はエンジンルーム開けて高田健一と一緒にコックピット行って俺が武器庫の方行って、はい、いや違う梅剣はコックピット行ったっけ、いや武器庫上のダウンロードしてて俺が10上タスク10下タスクしまってで今この状態だから、うん、梅剣ダウンロード終わってキッチン行ってるぐらいだからまあまあ最近死んでると思うよ。停電前後ぐらいじゃないですか。いや一応貨物で配電盤見てて右から2番目が上がってます。慎太郎さんとは言ってます。だってダウンロードし、うん、梅県ってダウンロードしてたからダウンロードしてキッチンまで歩かないとダメだから。ああ高橋さんってしくエンジン脇エンジン脇エンジン脇、まあ、一旦キッチンの方で洗いましょう。竹雄さんがちょっと厳しそうかな。いやアーカイブ脇やんな。あ、まあ、ガンダすれば、うん、ガンダすればいけるけど、ガンダすればいける。トータさんって誰か合ってる？誰も合ってないです。アーカイブで4つ本タスクやってラウンジのゴミ捨てタスクで終わりです。はいはい、僕かなりメインでうろうろしてたんで慎太郎ゲンにしろ出せるかなとは思っちゃう、うん、僕あって人いるんだったらなんならもうゲンさん僕みたいに隠しろでいいかもね。おお、あら、うん、うん、停電も直しですね、うん、これめちゃくちゃ怪しい位置です。竹尾さんと多分メインの除染の部屋ですれ違ったんかな。そうね、確か、うん、その後、メインのゴミ箱でメインの暗室やってで停電直しに行こうと思って昇降機右に行こうとしたら直ったけどもうそのまま直行して昇降機右に下のないの、確認してアーカイブ左あたりで終了なんで全然浮いてるしキッチンとかの方にも行けます。これは宿舎端脇で金庫でお着替えをやった後にダウンロードやってから今出ようとしてるところですね。で結構時間かかってる。お着替えとダウンロード、お着替えダウンロード、お着替えやってからダウンロードしてる。ちなみに死体ってキッチンのどの辺？左側真ん中ですね。木の下ぐらい。ああそういうことか。藤宮ってさ、その俺がダウンロードしてるところまで来てるっていう状態？まあアップロード終わって魚さんを確認してからキッチン入ってます。あ、キッチン脇なの？うん、キッチン脇。はあ。うい。おい、小西さん。はい、はい、梅野さ さん、はい、小西さん、梅野さん、どうしました？梅野じゃないですよ。なんなん？おい、小西さん、何やねん、会話できへんのか、お前は。一つ気になったことがあって、ああ、なんかお聞きしましょう。ハイブリッド先生、名前、いつから使ってるんですか？はい、どうぞ。ちなみに、俺、最終位置は武器庫とキッチンの扉の上側。武器庫側の上側というか銃上しまって下しまってで死体あるかなと思って上が梅剣がダウンロードしてた位置を見に行こうとしてボタンだから、まあ、かなり近いです。ハイブリさんの目撃情報ってないんだよね。うん、脇でいきますか。一回キッチンは藤宮タン貨物原神太郎宿舎エンジン、エンジンが高田魚梅県、うん、メイン伊豆玉木アーカイブ竹尾トータス、でも梅県の下って俺は結構直近だと思っちゃうんだけどな。
え、結論これキッチンの切る容疑者って誰になるの？まあ魚高田藤宮、はいはいはい、まあネロちゃんも入っちゃうし、俺あのターン展望でダウンロードアップロードやった発見だからネロちゃんがダウンロードしかできてないんだ。ね、一応ね、藤宮、これね、藤宮目線ではあまり響かないと思うんだけど、うん、高田健志目線においては、俺がエンジンルームでインポスターで梅剣を切る場合は、エンジンルームで3人湧いてることを確認しているのに、梅剣をわざわざキッチンで切って、自分が容疑者位置に入っていることになるから、てかね、うん、いや、死んでる位置から考えたら、だって梅剣ってエンジンから走って、で武器庫入ってダウンロードをし完了して武器庫を通過しキッチンで死んでるっていう状態だから、うん、俺は結構時間軸的に直近だと思ってるのよ。だって、うん、そのルートをたどるときって多分停電中には殺せないと思うから、うん、梅剣がダウンロード終わってないと思うからね。だからその場合ってメインペントとか、いや普通に藤宮かなと思って、あのターンって最速停電ではなかったと思います。そうですね、でも俺が武器上としたしかしできてなくから、あのターンは多分20秒は絶対経ってるはずで、いやー、うん、てかね、多分ね、そのネロちゃんあんまりないと思うのが金庫室からの弁当だったら俺切るかな。まあネロちゃんはハイブリさんの方の方がありそうかな、メケンさんではないかな。まあ俺がかなり近い位置ではあるんだけど、そもそも、ね、まあ僕だったらなおさら展望、これレポートって誰のレポートだったっけ。梅剣だったよ。梅剣か、魚さん展望のダウンロードできればよくないかって。はい、本当に気になるんですよ本当に。だいたい15、16年前かな。じゃあ25ぐらいの時、そうそう20歳過ぎぐらいの時に、うん、その知り合いのミュージシャンを集めて、はい、コンピレーションアルバム作ったのね。その1曲ごとに全部俺が曲作って演奏する人が変わるみたいな、うん、歌う人も変わるし、うんうん、だから混ぜ合わせたセンスでハイブリッドセンスっていうアルバムを作ったのよ、コンピレーションの。はい、うん、でそれを、まあ、そのままネトゲの名前に使ったってだけ。あらさん、あら死人はなし。ああ、あれキッチンは誰だっけ。高田もう一人行ったと。魚かな。あ、魚か。まあ鬼木は難しそうかな。うん、シェルフっています。うわぁ、あら最後さ、コミサボの中に入ってきたの誰。魚。いや、入っていこうとしたのは伊豆で、下からネロちゃんが武器から上がってきてるの見てる最後。じゃあ魚はどういうこと。いや俺だから展望デッキでダウンロードした後にアップロードやって、ネロちゃんがアップロードやってるのを確認して、で展望デッキでネロちゃんが先に出ていったから、俺がキッチン武器庫の上の扉を開けてコミュニケーションから入って武器庫から。バーガータスクやってからいいと。あれ、まあ、今回ちょっとキル絞るの無造なんで、うん、シンプルに初手から高坂富士に絞るのがいいかなって、うん、あれ今コミサボだからできたのっていう慎太郎。僕は直してもコミサボ慎太郎か、うん、何これはハイブリさんの方も含めてネロちゃん。あ、まあ、まあ、高坂だと状況がちょっと怖いから。あの高坂富士って絞れてないよ。だって僕もペントでいけるし、伊豆さんもペントでいけるよ。そうですね、僕も全然容疑者1。ああ、まあそうね、高坂富士はかなりむずいと思う、絞るの。じゃあ、うん、だから死人がない方でネロちゃんが切ってるの方があるかなと僕は思っちゃったけど、うんうん、その部分では藤宮とちょっと一致するわ、うん、ネロちゃん初手って宿舎ターン脇からどういうムーブ。金庫置き換え、金庫ダウンロード。あ、終わり。出ようとして終わり。置き換え、金庫。まあ、そう、もっと時間あったな。まあ、言われてみれば。どうだろう、短いな。そんなもん。そんなもんでした。そんなもんには感じるけど。まあ、わかんないね。タスクではちょっと判定無理だな。うん、まあ、単純に死人でかな。うん。うん。うん。まあ要素ないし、まあマットの可能性もめちゃめちゃあるとは思うから。でも藤宮がネロちゃん行きたいっていうのなんか心象いいよな。いや俺の視点から行くと、いや、まあ、いや俺釣れるんだよね多分。いやそうだよ、俺も釣れるからさ、多分俺結構筆頭だなって自分で思ってたから。なんかボタン押してるんでサボ行きます。なんかすごい来るっぽいなって思っちゃう。ボタン行きます。高坂藤宮白だよ。いやなんかね、
信じよ。ゴリ押したら釣れそうじゃないだろ。こちらからは別に。信じよ。こちらからは白くないです。信じよ。押せば釣れそうだなって思っちゃったんだ。最悪。え？どうした？何？何が最悪だったの？いや、なんとなく言ってみました。遺言として結構心に残るかなと思って。人の心をザラッと刺したんだ。そう、4文字ぐらいが一番心に刺さるってどっかの本で読んで。ああ、無剣とかね。大無剣とかね。ハイブリとか。藤宮とかね。ハイブリ。太田相撲やん。太田相撲やん。おお。ネズ。おい。おお、ぶな。おお、ぶな。まあまあ、危な。魚さん持ってかれてんだ。あ、魚持ってかれてんの。じゃあ藤宮なのか。え、ちょっと待って、コミサボ組は誰なんですか今回の。あ、私です。どうしました。ケンさん単体。ケンさんは隠しろだから。うん、単体か。一応ミーティングに宝さんと藤宮くんがいたの。俺はボタンなかったから登ったけど降りた。まあ、あんま関係ない。岡田さんはボタンあったはずですよね。配線ここは絶対ボタン押すべきだな。コミサボももう入ってたから。だってまあまあ、いやでも、あの、開けてからだいぶ時間ありましたけど。そうね、今、うん、まあ開けて30秒絶対経ってないから、まあ、配線終わってから押しゃ全然大丈夫。いや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 、間に合うでしょ。だって30秒以内に押しゃいいだけだから。いやいや、藤宮の時間軸分かると思うけど。感覚は分かりますけど。感覚分かるでしょ、多分。うん、もうちょっと危機感を持ってほしいなとは思っちゃうけど。まあまあまあ、気持ちは。いや多分感覚分かるやろこれ。普通に米サボ直った後何 の、 た、まあ、あのサボタージも入んないから、うん、配線後で全然30秒以内に間に合うから。ちょっと共感はできないですよこれは。トータスさんが共感できない意味が分かんないな。どういうことだ。キルされててアーカイブ空きはないから、まあ、うん、まあ伊豆さんとか新太郎か松明、まあ、伊豆さんがメインでこれが鎌明ね。まあ伊豆さんが隠してか、うん、メロちゃんが宿舎で隠してるか。いやでも新太郎今ボタンを押してるから。まあそうかそうか。うん、僕新海の場合多分原産とのセットしかないですよ。うん、で一回弾いていいと思うよ、うん、普通。うん、まあ伊豆さんか高田さんか。いや多分高藤の2択にしていいと思ってて、ああで慎太郎が決めていいと思うよ。差がないんだよな正直そんな。で俺だった場合は相方は多分伊豆でいいと思う。で藤宮だった場合は竹尾相方でいいと思う。なんでかって言ったら今の議論聞いてもらえれば分かると思う。まあこれゴリゴリ僕の主観で申し訳ないんですけど、うん、書店にキル入った時点でもうタスクほぼ無理かなって思っちゃうんですよ、ね、そうそうそう。だから僕ならタスクやんないけど、でもこれ主観でしかないから。まあ決めていいよどっちでも。まあなら宝さんになっちゃうけど。いや分かる、全然それでもいいよ。まあワンチャンボタンとあれが奇跡的な。うん、僕もボタンじゃないんで僕サボ行きます。じゃあ、 あの僕コミサボ行きますだったら。俺ボタンかな。リフトどっちだっけ。じゃあ俺がクルーケアだったらゲンさんと伊豆を左右に分けた方がいいと思う。でボタンある人左、ゲンさん伊豆で。さんボタンって私はいや押してる。いや とりあえず僕がボタン行けばいいんですよね。じゃあ伊豆左、ゲンさん右でコミサボ慎太郎で。すごいな。これはこれはすごいな。これはすごい。これはすごい。ご主人持ってくと思わなかった。ご主人持ってくそんなわけない。壊れてる壊れてる。また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 その USB で壊したんでしょうが。バレちゃったわこれ。いけ頼む。今日シェリフいないのやばいでしょ。あれコミサボが直んない。なんでどうしたんだ。コミサボコミサボ直んないけど誰めっちゃ下手なんじゃないですか。誰めっちゃ下手なん。あれ慎太郎直し早く。ナイスアイドル。あれナイスアイドル。おー慎太郎マジで直射で死んでます。まあまあ洗えてないからね。ちゃんと、うん、めちゃくちゃ運が良かったのこれ。運良かったですね。脇石で全部潰してますね。書店は貨物で割れてるのは本当だけど、僕がキッチンまで走って切ってますね。うん、ハイブリさんが貨物脇で隠してます。結構直近だよね多分書店切る。
菊池さんめっちゃ難出してますよね。僕は2秒後ぐらいかな、レポートは。そうだよな、めちゃくちゃ直近は直近だよね。うん、いやー、これはわかんねえな。ナイスキルでした。え、あのボタン押すの？2インポスト残ってて。いや、まあ、議論で押し切れるからか。押し切れるからか。そうそう。一決にして打ち切りの方が勝ちやすい。確かに確かに。無理やな、慎太郎なら伸びんわな。ちょっと無理だったな、それは。無理だと思うよ。みんな打ってたら。99番冗談の藤宮、高田、坂野を信じろ。そう。あれめっちゃ俺押せば絶対釣れるのに釣ってこないから死ぬかなって思っちゃったけど、でもマットで道連れを着ちゃったらさすがに疑わざるを得んか。いやー、ルーティングの水丈いて、あれ切られないってことはまさかえーってなっちゃったの。いや、原神太郎は全く疑ってなかった。いや、全く疑ってなかった。ネロちゃんとナイスもまだできてなかったんで、僕は。そうっすね、一応ネロちゃんダンスはエレキで見てましたけど、もちろん伊豆に見られたんで、もうめっちゃドキドキしてたわ。あのダンス、いや、なんか俺にしてきてんのかなと思ってた、ワンちゃん。うん、まあ、そう。いや、むしろ魚道連れしてほしくなかったら、魚残ってる方が良かったな。あ、そう言われましても、ね、残ってる方がまだ勝ちする。まあ、でもないですか。タスクがまだ見えるもんな。いやー、マジか。よし。じゃあ終わりますかね。はい。はい。お疲れ様でした。